モロバスの車両モロバスは埼玉県入間郡モロ山町のコミュニティバスである2009年10月1日に運行開始運賃は無料で平日のみの運行車両はトヨタハイエースで車体が緑色に塗られたヤブサメ号と黄色に塗られたユズ号がそれぞれ山コース、里コースという2つのコースを循環して運行していた 2014年10月1日に大幅なダイヤ改正を実施し、新たに青色の目白号が誕生。従来の山コース、里コースを廃止し、1台1コースの体制に変更された。また、この改正から乗車1回ごとに100円の運賃が設定されて有料化された。ヤブサメ号、ユズ号、目白号の3系統が存在する。役場から諸駅、 埼玉医大を通るコースは、すべての系統が通るため、最もバスの本数が多い。八ぶさ号、川わ駅市場山崎屋、大久保橋大類、く林玉林寺国海道歴史民俗資料館、川わ岡野屋和歌山二丁目部州長瀬駅前、久保中央公園前久保集落センター前役場、図書館福祉会館諸駅教育センター、埼玉医大役場目白号ゆず号、八ぶさ号、 ゆず号のに系統が存在し、役場を境に、山コース、里コースにそれぞれ分割されていた。やぶさめ号山コース、里コース、ゆず号山コース、里コース。ありがとうございます。